グリーンオフとか、うん、左足下がりのライって厄介だと思うんですけど、うん、厄介だね、うん、まあ、これは本当にこういう風にできれば正面向いちゃった方が優しいかな。こうやっといてこのままボンとかって先生、誰にも教わったことないんですけどこうしといてさ、こうやってこの位置でポンとかってやったらいくよ。オープンとかじゃなくて正面向いちゃっていいよ。いや、もしくはさ、はい、この傾斜が強い時ってさ、はい、右足をこうやって引いといて邪魔にならないようにしてポンとこうやったっていいし。記憶分からなくなっちゃったんですけどなんで中途半端なくて、なんで正面向けって言ったらバックスイング邪魔にならないじゃん。こうやってほら、こうやったらバックスイング邪魔じゃない。言います言います。でそのバックスイングがしやすいようにだけ、例えばすごい傾斜が強くなっちゃったらさ、はい、やっぱりこの方がバックスイングしやすいから、ここからポンとこうやって打つだけの話だ。